はい、今日のせかちゃん、どうもりょうです。まあ今日は本当はね、壮行会に行くっていう予定だったんだけど、まあ昨日の時点で天気悪いっつうことで、中止になりました。まあ結果晴れたんだけどね。まあちょっと車は車だから、天気悪い日は出したくないっていう皆さんの、意見で、そうなりました。まあ社内に、ね、わざわざ汚す必要もねえからな。まあとりあえず今日はその話じゃなくて、まあこれはちょっと俺が感じたことなので、まあどう思われるかっていうのはまあ別にいいんだけど、最近のその、YouTuber と言われる、方々の、まあ、傾向なんだけどさ、なんか今まではその、まあ、レビュアー系って言われる方、ガジェットだったり、まあ、コンビニの商品だったり、車のパーツだったりっていうので、紹介してる YouTuber さんたちがいたから、まあ、楽しくね、見てたっていうのはあるんだけど、まあ、ネタがなくなってきたっていうのも多分あるんだと思うんだけど、あのね、最近ちょっとね、あからさまに、まるまる万円のものを、買ってみたとか、総額まるまる万円とか、何々でいくら使ったとか、なんかちょっとその YouTuber のあり方っていうのがちょっと変わってきてるような気もするんだよね。っていうのも、そのね、商品紹介ってなるとやっぱり、もう知ってる人は見ねえし、まあ知ってるけど、ね、その YouTuber さんが好きだったら、まあ多分見るっていうね。そういう、まああり方だったんだと思うけど、そこでネタがなくなってくるってなると、あのね、まあ YouTuber の中でちょっと最近、この人面白いから見てくださいよって勧められて、まあある YouTuber の動画をね、まあちょこちょこと見たりしてるんだけど、まあその、言っちゃえば、お金をバゴンと使う、YouTuber、まあ最初からね、そういう、スタンスで来てるから、まあその人は多分そういうやり方で今後もやっていくんだと思うんだけど、何に何万円使ってみたとか、何万円分何々を買ってみたとか、総額何十万円、相当のものを買ってみたとか、まあもともとそういうね、やり方で来てるからいいんだけど、結果的にそういう人が今、どん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 でかく、勢力がね、その YouTuber 自体、YouTuber が取り巻く、人たちが、勢力を上げてきてる中で、今までね、トップの YouTuber さんたちがいた、まあ全然こう別のね、一線引いていたんだけども、その人たちまで、ちょっとこっち寄りになりつつあるのかなっていう。こっちの勢力に乗っかりつつある。普通に今まで、バカ動画上げたり、ゲーム動画上げたり、DIY 製品、上げたり、ね、そういうのを上げてた人たちまでが、総額いくらの、何を買ってみたとか、何万円分、なんだ、使い切るまでみたいな。帰れませんみたいなさ、なんか結果的にそういう動画を上げるから道を踏み外す人がいるんだよね。まあ YouTube ってそんなね、動画上げるのは簡単だけど、トップ YouTuber になろうっていうのはまずめちゃめちゃ難しいことだし、その今トップを走ってる人たちが自分の時間削って、やってるっていう裏事情をもっと見せてもいいと思うんだよね。そんな総額いくらなんてやってる前に。まあそれ裏を返すと YouTube やってると金稼げるよって言ってるようなもんでさ。そこにばっか目いっちゃうよね。だからもうちょっとね、なんだっけ、初志貫徹っつうんだっけ、じゃないけど、もともとのその YouTuber っていうやり方に戻ってもいいんじゃないのかなとかって最近思ってます。
嫁もね、こう YouTube 見てるんだけど、なんかあんまり最近面白くないよねみたいな。うん、で、子供たちから人気の、YouTuber さんの動画もね、ちょこっと見たりするんだけど、なんかちょっと今までと違う。で、まあそのある人の話をすれば、まあ例えば動画を撮ってる時にこうちらっと映ってるものが、実はそれね、数百万ぐらいするものを身につけてますと、ただ値段はこう動画では出してない人が最近、その数百万するものをみたいな、限定いくらのものを、限定何個でこちら何万円しますみたいな、ちょっとあからさまになりつつあるのかなっていうね。別に公表したところでね、どうなのっていう。その人がね、子供向けにやってたんだったら、そっち向けでどんどんやっていかないと、結果的に子供にね、その動画見せたって子供はまず買えないし、ね、その動画を見てるから、じゃあお父さんお母さんも一緒にね、仮に見てたとしても、ね、仮に、まあ今撮ってるの iPhone だけどさ、この iPhone ケースがじゃあ、まあ、20万円しますと、ね、使い心地がこうで質感がこうでっていう動画を、熱心に伝えたところで、まず買えないと思うんだよね。だからなんかどこ目指してんのかなっていうのが正直ね、分かんなくなりつつあるんだよね。だからただこうやって喋ってるだけの動画ってね、すごい楽だし、毎日あげようと思えばあげられるし、ね、今回もその YouTuber の投稿っていう話でちょこっと気になったから喋ってただけなんだけど、こういう動画もなんかちょっと気になったなと思えば話せばあげられるじゃん。ただね、その商品紹介とか、レビュー系ってなるとやっぱりネタもどんどん尽きてくるし、長くやればやるだけ、なんだかんだ言うと俺も5年だからね。まあ5年経ってようやくなんかその車系の、まあ配信者として成り立ってきたのかなとか思ってるんだけど、そのような話です。落ちねえ。まあいいね、いい 言い出したらキリがないんだけど、まあちょっと最近のね、あり方っていうのが気になったんで、話をしてみました。はい、まあということで、まあこれから動画を始めたいという、あなた、最初に決めたことがあるなら、変えないでやってたのはいいよ。あの動画伸びてるから真似しようってすると、どっかで折れるから、ボキッと。はい、ということで今回の動画は、最近の YouTuber の、あり方ってどうなのかなと、いうお話でした。ちょっとつまんない話で申し訳ないです。